今日お母さんのおかげで恥かいた。海海サバやタラ。あのね、手抜き料理がいかに子供の心を傷つけるかお母さん全然考えてないでしょ。何この子は帰るなり。今日ね、学校で味噌汁の話になったの。味噌汁の具で何が許せんってさ。納豆、あれうまい？おいしいよ。私も好き。それよりじゃがいも嫌じゃない？ドロドロに溶けてさ。いや納豆、その次ナス。そんなきっぱり言わんでも。納豆かわいそう。じゃあみかんは？そうだな、私は煮干しが嫌。煮干しって、おいおい。それは出汁でしょ。いや、うちは煮干しと油揚げとか煮干しとネギをよく。出汁食うの？よそは食べないのか。いや、ほら、カルシウムの補給にさ。カルシウムね、他には？あとはね、餃子が嫌い。餃子って何？夕飯の餃子ってよく余るじゃない？それをさ、翌朝味噌汁に。うそー！これもよそでは食べないのか？みかんのお母さんじゃ。餃子の味噌汁はすごすぎる。ガチャガチャガチャ。て、てってなんてこと言うの、人前で。恥ずかしい。恥ずかしいのはこっち。そういうことはよそで言わないの。だってお母さんいつも作るから、てっきりよそんちでも作るもんだとばっかり思うじゃん。勝手に決めるなるほど、うちの飯には言ってはいけない秘密がある。こうやってごまかすんだ。情熱の赤いバラ、そしてジェラシー。あ、お父さん、味噌取って。ん、おう、しじみか。そう、しじみの味噌汁、お父さん好きでしょ。それと、お刺身安かったから、ほりょ。味噌がない。味噌がないと、味噌汁にならないね。これでよしと。何これ？しじみカレー。シーフードカレーだよ。おいしいよ。そりゃシーフードだけど。おい、しじみの味噌汁はどうした？味噌がなかったのよ。でもカレーにすることないじゃん。主婦は臨機応変でなきゃ。何でもルー入れりゃカレーになるもんじゃないでしょ。っていうか刺身とカレーってどういう組み合わせだよ。すごいごちそうじゃない。いただきます。どうやって食べるのよこんなの。カラカラ。地道に食べていくしかないのね。コツコツとね。潮干狩りかよ。今日こそ普通のカレーが食える。
おい、カレーで泣くな。だって俺んちのカレーさ、こないで肉の代わりにちくわ入ってたんだぜ。ちくわカレー？何それ。ちくわ？いいじゃん、俺んちなんか納豆カレーだぜ。納豆カレー？まずそう。はあ、でもさ、食ってみるとこれが結構いけるのよ。ほんとか？カレーが糸引いてたりして納豆カレーがありならしじみカレーの話しても大丈夫かもな。あ、俺んちのカレーなんかさ、し、なんてこと言うの、人前で恥ずかしい。恥ずかしいのはこっち。あ、し、し、し、フードカレーなんだ。け、お母さんと同じこと言っちゃったよ。なんだよ、豪華じゃん。あ、俺んちなんかもっとすげえぜ。ハマグリカレーやったのよ。そしたらハマグリ殻ごと入っててさ、貝殻カレーまみれ。殻取り。おめえら笑いすぎ。でもさ、シジミじゃなくてよかったじゃん。シジミだったらもっと大変だぜ。いくらなんでもシジミはないって。シジミは。シジミカレーなんて言ったらどうなってたことか。セーフ。なんかカレーの匂いしないか。ほんと、するする。あっちゃー、カレーが染みてるよ。お前か。うわー、カバンもだよ。ああ、カレーなんか持ってくるから。もう吉岡のせいでまた思い出しちゃったじゃない、昨日のしじみ。え、しじみって何。あ、しまった。何を教えなさい。しじみ？しじみカレー？カレーにしじみ？おっと、ちょっとみかん。またお母さんのおかげで恥かいた。もうお母さんが変なもんばっか作るから。え、またよそで余計なこと言ったんでしょ。恥ずかしい。恥ずかしいのはこっち。このこったら勝手な事情。学習しろよ姉ちゃん。あたしんち、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 あたしんち。な、ない、あたしの自転車がない、盗まれた。自転車盗まれて。確かここに置いたはず。あれ、ない、あっちだったっけ。やっぱここだ。 ない、私の自転車、新品の。あ、あれ、あのカゴ。違った。どこ。どうしよう、自転車盗まれちゃった。買ってもらったばっかりなのに。自転車、私の自転車。どこ行っちゃったの。交番行かなきゃ。じゃ、自転車の特徴をここに書いて。はい。色は水色で、塔のカゴに革のサドルと。高かったんだよな、あれ。はぁ、あ、これいいな。三秒走れ。あた、まさかこれ一目惚れかも。こんな高い自転車
車、お母さんの自転車3台買えちゃうじゃない。でもこのカゴ可愛くない？カゴなら、ほらお母さんのこのカゴあげるから。お母さん、一生のお願い、これ買って。ね、お願い。おすすめですよ。物がいいから10年は楽に乗れるしね。ね、10年？お願い。あんなに頼んでやっと買ってもらったのに。チンはかけてたの？忘れてました。こういうおしゃれな自転車は狙われるからね。この前1週間で取られちゃった人いたよ。鍵の他にチェーンつけといた方がいいよ。ああ、これ1500円ね。って、ちゃんとチェーン買ったのにかけるの忘れた。私のバカ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 。とにかく盗難届は出しておくから、そんなに落ち込まないでね。自転車は結構見つかることがあるからね。よろしくお願いします。これは一生ものだからね、大事にすんのよ。うん。雨の日は自分より自転車の方に傘を差しなさい。またそんな。はあ、お母さんになんてよ。お母さん、怒るだろうな。何？ダメだ、言えない。ああ、もう、私被害者なのにな。あ、でも、ひょっとしたらお母さん、怒んないかも。そうだよ、普段厳しくてもお母さんのことだもん。こういう時にはきっと。ほら、あったかい紅茶でも飲んで元気出しな。お母さん。なんてね。ただいま。自転車取られた？ひどい人がいるもんだよね。なんで？いや、なんでって言われて。チェーンはつけてたの？たまたま忘れちゃって。バカだね、この子は。それじゃ取られて当たり前だよ。ちゃんとよく探してみたの？探したよ。すごくよく探した。じゃあやっぱり盗まれたんだ。だからそうだってば。まだ3回しか乗ってないでしょ。そうだけど。3万発生もしたのに。ごめん。たく、親がやっとの思いで買ってやったもの、バカ子が次から次へとなくしていくんだから、何にも残らないよ、この家には。だから高いの買うなって言ったのに。親の言うこと聞かないからそういうことなんの。3万8000円だよ。3万8000円あったら一家4人何日暮らせると思ってんの。1500円のチェーンはどうしたの？やっぱり取られたの？うるさい、私は被害者だ。本当にこの子は本当に、なんでねえ。かしいでる。母の打撃もかなり大きいようだった。なんだよこれ、晩飯たくあんだけ。ミカに聞きなさ。
何なのこの重苦しい雰囲気は。はい、橘です。はい。え、自転車見つかった？本当ですか？はい、はい。わかりました。はい、ありがとうございました。お母さん、自転車あったって。隣の駅の駐輪場に乗り捨ててあって無事だったって。よかった。何が良かったの？散々心配かけといて。あんたのせいでお母さんの健康レベルがガクッと低下したよ。ごめん、でも本当に反省してよ。反省したらどう反省したかお母さんに手紙を書きなさい。ほら、ぼーっとしてないでさっさと取りに行く。さあ早く。自転車見つかったのに、なんで怒るの？ちょっとみかん、あたしんち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 。お父さん、ここここいいじゃない、立派なホテルよね。父、母、温泉旅行。一人18,000は悩んだけど奮発した甲斐があったわ。今日休み？そんなわけないだろう。すいません。どなたか。ですが、はいはい、ご案内します。どうぞどうぞ。なんか寂しいところだな。いいじゃない、のびのびできそうで。にしても静かすぎるんじゃないか。他に客がおらんのか。どうぞ。あら、小ざっぱりしてていい部屋。のびのびできそう。普通だな。ここから海が一望できますのよ。景色が一番のごちそうで。まあ、この季節は霧が多くて、晴れていればね。ではごゆっくり。そうだ、お風呂、ここの露天風呂がいいんですってよ。きっと海の大パノラマが見渡せるゴージャスな露天風呂よ。開放的。さんと二人で温泉に来たの何年ぶりかしらね。早く入りたい。あおそう、水たまりに入ってるみたい。あっちも同じか。気を取り直して夕飯に期待しましょう。なんてったって海に近いんですもの。新鮮な魚介類がわんさか出てくるわよ。ここここここで食べるのよね。お父さん、
やっぱり客はうちだけみたいだな。まだかしらね、お刺身。誰も来んな。すいません、誰かいませんか。本当に人がいないわね、このホテル。あの、誰か。すいません、あの、誰か。はい。うわどうしたんだ一体。落ち着け。それが、うん、お料理お持ちいたしました。またこの人か。このホテルこの人しかいないのか。すいませんね、お待たせしちゃって。うわっ、ハンバーグ。ごゆっくりどうぞ。お刺身じゃないの。なんで海まで来てハンバーグ食わにゃならんのだ。見ろ、デザートが缶詰のパイだぞ。缶詰、これで本当に18,000。言うな、言ったら負けだ。寝るぞ。もでもまだ早いわよ。おい、こら、来たぞエレベーター。これ以上儲けさせることないぞ。分かってるわよ。買うの。いや、ゆうちゃんとみかんに何か買ってってやろうか。あら、名物温泉くんだって。あっ、こっちの名家湯けむりさんも良さそうね。どれも同じだ、まんじゅうだ。漬物を買うのか。見てただけでしょ。うん、300円になります。お、ずるい。はい、ありがとうございます。親子。もう自分はちゃっかり足切ってんだから。ほら、お前の分。ありがとう。普通のアイスね。うん。見て、霧が晴れた。綺麗ね。うん。やっぱり。ここは景色が一番のごちそうだったわね。うん。
ごちそうさま。みかん、くちゃくちゃ音させながら食べるのやめなさい。え、だってお肉に筋があったんだもん。筋？なかなか噛み切れないんだもん。仕方ないでしょ。いいや違う、みかんいつもこうよ。くちゃ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 、どうよこんな音出されて気持ちいい？うるさい。ほらね、お父さんもうるさいって。そうまでしてるわけないでしょ。まったく大げさなんだから。あらら、お山、自分じゃわかんないんだね。女の子がそんなことじゃ困るんだよ。もっとエチケットを守らなきゃ。どっちが悩みも吹き飛ぶラッキーラッキーショー。どっこいしょ。みかん、貧乏ゆすりはやめなさい。ああ、してた。してた？してたじゃないでしょ。こうよ、こう。どう？おかしいでしょ？人から見るとみかんはこうなの。気をつけなさい。また大げさな。そんなしてないよ。あらら、自分じゃ気がつかないんだ。してないってば。してた。こうなだった。ちょっと、ありえないでしょ、そんなの。いや、こんなだった。お母さん、お茶が。なんなんだ。地震か。おい、テーブルの下に潜れ。これちゃんと片付けなよ。あ、悪い。まあ、いっつもゲーム出しっぱなしなんだから、お母さんからも言ってやってよ。あー、そう、たく、踏んづけて骨でも折ったらどうすんのよ。な、大げさな。今鼻つまんだでしょ。変な癖やめなさい。嘘、やってないよ。いいや、つまんでた。今日だけでも21回はつまんでた。21回？どっから出てくんの、そんな数字。ほんと変な癖、気をつけなさいよ。あのね、どうしてそういっつも大げさに言うわけ？お母さんストレスでも溜まってんの？何言うかバカチン。お母さんはね、みかんが人様の前で恥ずかしい思いをしないようにと思ってて。ゆずには何にも言わないくせに、なんで私ばっかり怒るわけ？不公平じゃん。ゆずはゆず、みかんはみかん。はみかんは女の子なんだから。変な癖身につけて将来子供産んだ時どうすんの。子供？子供は親を真似するよ。みかんを見て育った子供はみんなこうだよ。どう変でしょう。そりゃ変だよ。だから気をつけなさい。子は親の鏡って言うんだからね。あのね、そういうお母さんはどうなのよ。はい、お母さん。お母さんの食べ方だって変じゃない。何言ってんだか。お母さんなんてね、スパゲティ食べるときなんかこうだよ。って大きな音立てちゃってさ。ほほ、ったくこの子ったら大げさなんだから。もうよくそれだけ自分のこと棚にあげられるよね。もう知らない。やれ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 ってね。疲れた。
みかん、何今の音は。トイレットペーパーの音、そんなにさせないの。させてないよ。みっともないでしょ。ガラ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 、ただいまトイレで血紙引っ張ってますって向こう三軒両隣に教えてるみたいに。させてないってば。いい、聞いてなさい。こんなよ、みかんの音。ねえ、恥ずかしいでしょ。こういうのって自分では気がつかないものなの。だからお母さんがみかんのために言ってあげてるんだからね。わかった？え、今の音どうやって出したの？あ、ここまでやる？あたしんち、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 あたしんち。やっぱデパートで買った服はいいわね。でもまだもったいないか。今日はこれでいいや。行ってくるから。お、母にはおかしな習性がある。母の習性。そうだ、立花さん、これプレゼント。ドレッシング？そうなんだけど、ただのドレッシングだと思ったら大間違いよ。一流レストランのなのよ。へー、なんたってこれさえあれば我が家のサラダが一流シェフの味になっちゃう魔法のドレッシングなんだから。うそ、すごいじゃない。じゃん、それがこれ。へー、普通のドレッシングに見えるけどね。これ一振りで一流シェフの特製サラダだってよ。へー、食べてみたい。あら、ほんとおいしい。すごいごちそうもらっちゃった。どれどれ。明日な。このドレッシングね、無添加だからたった1週間しか持たないんだって。じゃあ早く食べなきゃ。いつ食べる？今日？いや、まあ今度何かの時にね。すぐ食べようよ。ダメ！ダメよ、とっておきのごちそうなんだから。いいものであればあるほど大事にしまい込む、それが母の習性。ねえお母さん、レタスにあのドレッシングかけていい？ダメ！もうまた出し惜しみしてる。特製ドレッシングなんだから、それなりの時にそれなりのサラダ作ってかけないと。今日は来ちゃおっか。やっぱりまだ、うん、でもどうしよう。お母さん、あのドレッシング。ん？特製ドレッシング。あ、お母さんまた忘れてたでしょ。忘れてなんかないよ。いつ食べようかなって思ってたよ。もう早く食べちゃおうよ。何でもいいからかけて。んなこと言ったっておでんだからな。おでんにドレッシングかけるなんて言ってないでしょ。そしてじ、あら、お父さん、野菜も食べなきゃダメだよ。青芋今日からじゃがいもドレッシング。はあ、
ガスが沈む。いいから食べてみて、一流シェフの特製ドレッシングなんだから。かけすぎで何がなんだかわかんない。何言ってんの、美味しいに決まってるでしょ、特製サラダの味。苦っ。だからかけすぎなんだって。でも、おへへ。もう、出し惜しみする癖やめてよね。だって母の習性です。ちょっと出かけてくるわね。はい。お母さん、最近そればっか着てるね。今年のお気に入り？そう、やっと着れるようになったの。買ったのは一昨年なんだけどね。一昨年？うん、デパートで買ったんだよ。高かったけど、思い切って買ったんだっけ。なんで今まで着なかったの？だって、いい服は着るのに決心がいるのよ。母の習性だ。何度も、さあ今日はこれ着ちゃおうかなって思ったんだけどね。今日はまだその日じゃないかも。で、なかなか決心つかなくて丸2年。寝かせすぎだって。でもついにね、やっぱ着よう。よし。さすが2年も置くと平常心で着られるようになるね。じゃあ行ってきます。何かが間違ってる。あ、カニ缶だ。あ、ちょっと、またお母さんは。これ何よ。これいつのカニ缶。情熱の歌ってごまかさないの。これは今日食べようよ、いい？この前のドレッシングみたいなことになったらもったいないでしょ。でも、おいしいね、カニって。うまいね。うん。本当に今日でよかったのかな。こんな何でもない日にカニ食べて。いいんだってば。でもこれは高級な明太子だしね。今度はミカに見つからないようにと。懲りない母だった。あたしんち、あたしんち、あたしんち、情熱の赤いバラ。ただいま。お？お母さん、これもう相当短いんですけど。この間丈直したばっかりなのにもう小さくなっちゃったの？なんでそんなに背が伸びるのよ。なんでってしょうがないだろ、成長期なんだから。はあ、1ヶ月で3センチは伸びてない？この調子だと1年で36センチ、2年で72センチ。そんなに伸びるわけないだろ。ポンポン新しいズボン買ってらんないんだからね。まったく切りないね。直しても直してもすぐ小さくなっちゃうんだから。あー、もったいない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 。ゆうちゃん、はい、これ裾下ろしといたわよ。あ、サンキュー。なんだよこれ、長すぎるよ。いいの、どうせすぐに背伸びるんだから。目いっぱい下ろしとかないとすぐ短くなっちゃうからね。だからってこれじゃ歩きづらいよ。大丈夫、すぐぴったりになるから。でもな、やっぱ歩きづらいって。お、あら、大丈夫？大丈夫じゃねえって、ちゃんと直してくれよな。何
ってるの。お母さん。なに、どうかした？これ、ん？もうきついんだけど。それこの間買ったばっかりじゃないの。もったいない。仕方ないだろ、足でかくなったんだから。もうどうしてそんなに成長するのよ。だから成長期なんだよ。もったいない、ほんと成長期ってもったいないんだから。それなんてまだ新品同様なのに。靴はたっぷり履き古してから成長しなさい。無茶言うなよ。とにかく靴ないと困るんだけど。もうゴム草履でも履いてなさい。ゴム草履って、うん、おぴったりだな。あら、いいじゃないそれ。うん、これにするよ。そう、じゃあこれのうんと大きいサイズください。なんでだよ。だから大きめ買っとかないとすぐ履けなくなっちゃうでしょ。でも今はこれがちょうどいいんだよ。どうして？サッカーのユニフォームはわざと大きめ欲しがってたくせに。あれはああやって大きめを着るものなんだよ。だったら靴もそうしなさいよ。まずは大きい方履いてみなさい。やっぱでかいよこれ。大丈夫、紐ギュッと締めとけば平気よ。ギュッと、やっぱダメだよ、バフバフ言ってる。大丈夫。大丈夫じゃないって、歩きにくいんだよ。こんなんじゃ体育の時走れないだろ。頼むから靴はちょうどいいのにしてくれよ。困ったわね。あ、そうだ、はいこれ、お母さんの中敷きあげるよ。いらねえよ。もういい、俺靴いらねえ。何怒ってるの。おかわり。はいはい、ご飯ね。はい、おかわり。え、もう？はい、最近よく食べるわね。腹減るんだよ、成長期だから。お母さん何してんの？はいこれ、ゆうちゃんの。なんだよこれ。ご飯3杯分よ。どうせゆずはいつもご飯3杯食べるからね。だからってこれはないだろ。どうして？一度に襲っといた方がお互いに楽でしょ。楽とかそういう問題じゃないだろ。いい加減にしてくれよ。俺もう飯いらねえ。何が気に入らないの。何って、そりゃお母さんが無茶だって。どうしてよ、どうせ3杯食べるんだから同じことじゃない。同じじゃないって。私はなんとなくゆず彦の気持ちわかるけどな。みかんまで、うん、ゆうちゃんご飯よ。はいご飯。ケイさんはごめんね、もうあんな風に襲ったりしないから。改心したか。うん、あ、そういえば、ん、俺のメガネもう度が合わないんだけど。作ったばっかりなのにもう度が進んだのかな。たくメガネってとっても高いんだからね。分かってんの？しょうがないだろ、勉強必死でやれば度だって進むさ。だったら今度は度をうんときつく作っときなさい。また目が悪くなってもいいようにね。何無茶言ってんだよ。そうだよお母さんたら。そんなメガネじゃ余計見えんな。はっは。どうせすぐにぴったりになるわよ。あ、もったいない、一生使えるメガネって作れないものかしらね。もう靴といいズボンといい飯といい、いい加減にしてくれよな。まったくもう、何言ってんだよ。何怒ってるのよ。
どうして？お母さん別に間違ってないでしょ？ズボンだって靴だってすぐにちょうどよくなるのに。いい加減にしてくれよな。どうしてあの子あんなに怒ったんだろうね。お母さん反省してるんだな。ま、反抗期ってことかな。だからそうじゃなくて。え、あたしんち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 。うちの母は言葉の使い方がいい加減だ。はいはい、できたできた。ご飯だよ。あ、いけない。みかん、台所に行ってあれ持ってきて。あれ？早く早く。お母さん、あれって何？あるだろ、そこに。そこって？その辺にあるだろう。だから何が？からしだよ、からし。なんだ、からしか。はい、からし。ありがとう。ん？違うよ、そのからしじゃないよ。え、これじゃないの？いいから早く持ってきて。何を持っていけばいいのよ。これ違うよ。何なのよもう。あ、七味唐辛子。これよ。うちの母はからし、わさび、七味、そのすべてをからしと呼ぶ。違うったら何考えてんのかね、あんたは。え、七味じゃないならどれよ。ってやつ。ひ？だよ。それだけじゃわか。わあ！見かけでしょ。そうよ。これこれこれよ。タバスコもからしだった。お母さん、普通からしって言ってもタバスコは出てこないよ。いいんだよ、通じればそれでいいの。でも外じゃ。ゆずひこ、またあれつけっぱなしてきたでしょ。部屋を出るときはちゃんと消しなさいって言ってるでしょ。もう夜なんだからあれしてきなさい。あれってなんだよ。あれだよ、ほら。だから何？これだよ、これ。耳栓。耳栓。お母さん、耳栓じゃなくてヘッドホンでしょ。そうそうそう、それよそれ。もう言葉はちゃんと使おうよ。通じればそれでいいじゃない。耳栓とヘッドホンじゃ全然通じねえよ。そういえばどうなんだ、おじさんの具合は。それが心臓は前から悪かったんだけど、とうとう入院したんだって。え、今日おばさんが病院で説明してもらってきてね、心臓にヘルスメーター埋め込むことになるかもしれないって。え、ヘルスメーター？それを言うならペースメーカーだろう。それそれ。間違えないよな、普通。母は言葉の使い方が本当にいい加減で、こないだもえらいことが起こってしまった。よし、決めた。私も。俺も。うん、すいません、お願いします。
お決まりですか？ハンバーグセットください。ああ、俺もハンバーグセットお二つですね。あ、ハンバーグもう一つお父さんに、ハンバーグセットお一つ追加ですね。私はステーキください。ミレニアムでね。ミレニアムでございますね。はい、かしこまりました。少々お待ちください。はいはい。お母さん、ミレニアムって何？私はね、よく焼いたお肉よりちょっと赤みが残ってるぐらいが好きなの。それを言うならミディアムでしょ。ほら、もう本当にいい加減なんだから。だけどお店の人もミレニアムって言ってたよ。きっとお母さんに釣られて行っちゃったんだよ。あら、そうなの？美味しそうだね。ステーキは遅いね。ほら、何？本日もご来店誠にありがとうございます。10番テーブルのお客様、ミレニアムステーキご注文ありがとうございます。ミレニアムステーキってお母さんじゃない？え、私？お待たせしました、ミレニアムステーキでございます。ああ、何これ。制限時間は20分、残さず全部食べたら賞金1万円を差し上げます。ただし食べきれなかった場合は1万円のお支払いをお願いします。それでは皆様、ミレニアムステーキに挑戦なさるお客様に盛大な拍手をお願いいたします。頑張って。それでは早速スタートさせていただきます。よーい、スタート。お母さん、どうすんだよ。だいたいお母さんがミディアムをミレニアムなんて言うから、だから言葉はちゃんと使おうって言ってんのに。1分経過。お母さん、すごい。お母さん、すごい。おめでとうございます。10番テーブルのお客様、見事新記録でお召し上がりいただきました。1万円ゲットじゃん。でもどうしたの、苦しいの？大丈夫かよ。だって焼き加減ミレニアムじゃなかったのよ。言葉の使い方はいい加減でも、こだわるとこにはとことんこだわる母であった。あたしんち、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 あたしんち。情熱の11時40分、今日こそ満期のあれを何しなきゃ。まだ12時10分。銀行は3時までだから大丈夫。情熱の赤いバラ。注意を呼びかけたというものなんですが、草加署管内ではひったくりが去年1年間でなんと643件も。通帳と印鑑を持ってた。市や警察では街頭で注意を呼びかけるなど活動を行っているんですが、なかなか効果が現れていないと手を焼いています。1時5分前。すでに90件発生しているというものなんですね。で、警察署員。
楽勝。さあ行こう。これまあバイクに乗ってですね、追い抜きざまに自転車のカゴに乗っているそのバッグをひったくっていくというやり方なんですけれどもね、これで調べによりますと、これまで狙われているのはいずれも買い物途中の主婦の方々だというふうに伝えられております。まあしかしですね、バッグのこう肩紐ですから、これをこう袈裟掛けにしてひったくられにくくするというのが一つの方法かと。まあお出かけの際には主婦の皆さんね、バッグさん、私はバッグですけども、バッグは気をつけなくてもいいですけど、バッグには気をつけていただきたいと思います。ね、私も気をつけよう。はい。ね、うん、次のコーナー、行かなきゃ。今、日本が危ないです。日本が危ない？何が危ないの？何？あ、その手には乗らないよ。ひったくられないように斜めにかけて。何が危ないの？いやいやいや、世の中にはいろんなことがあるもんですね、バクさん。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。終わってた。何が危なかったの？日本の危機より銀行、銀行、急げ急げ。24番か。509番。15人。今日はあと伊丹さんとこへ持ってく菓子折り買って。お父さんのスーツをクリーニングから出して、いらっしゃいませ。お使い物なんですけど、紅茶ケーキの詰め合わせをください。かしこまりました。こちらになります。どうも。これ取りに来たんですけど。こちらですね。どうも。完璧だ。待ってる間に済んじゃうわね。なんだ、押しやつか。いらっしゃいませ。 お使い物なんですけどね。この紅茶ケーキの詰め合わせ、12個入りの箱でお願い。はい。紅茶ケーキでよろしかったでしょうか。ええ、よろしかったでしょうか。よろしかったですよ。よろしかったって何？なんで過去形？5、6、7、8、
9、10、11、12。包装紙は何色に？それ、その水色ので。おリボンの方は青いのでお願い。かしこまりました。おリボンの方こちらでよろしかったでしょうか？ああもういいわ、包装は自分でやりますから。ああもう次はクリーニング、急げ急げ。橘さんのスーツと橘さんのどこかしらね。橘さんね、この辺だったかしら。あー違う、元右。そこのチェックの服の隣。お待たせ。袋はいいわ。じゃあどうも、ありがとうございました。あとは銀行で。あれを何できない母なのであった。あたしんち。もう時間ないし、仕方ない、あれで行こう。また卵かけご飯？これぞ日本の朝食。お母さんまた寝坊したんでしょう。だな。いただきます。あらお父さん、白いの取ってあげようか。いや、いい。ほら取るわよ。いや、いい。生卵ってさ、なんかこのドロドロしたところが嫌なんだよね。ちょっとみかん、タラタラ混ぜてないで、よくかき混ぜなさい。こうよ、こう。そんな向きにならなくても。あら、知らないの？よく混ぜた方が美味しくなるんだから。また、味なんて変わらないでしょ。は、あた、何にも分かってないのね。卵はよく混ぜるとね、こうふわっとして舌触りが良くなるのよ。そう？それにね、昔は卵がとっても高価だったから、家族で一つしか食べられなかったの。
だからよくかき混ぜておかないと誰かのところに白身がドローッと落ちちゃったりして上手に分けられないでしょ。なるほどね。だからそんな親の仇みたいにかき混ぜてるんだ。お母さん、ん？これ目玉焼きにしてよ。あーはいはい、ゆうちゃん生卵ダメだったもんね。たく、お母さんゆず甘やかして。でもさ、ゆず、生卵が食べられないとこの先苦労するよ。修学旅行とか朝必ず生卵出るし。別に食べられないんじゃなくて焼いた方が好きなだけ。本当に？本当だって。あ、取れた。ずっと取ってたの。お父さんそれ上手ね。そういえば子供の頃、どうして生卵をかけるときご飯に穴を開けるのってばあちゃんに聞いたっけ。で、なんて。私も同じことを親に聞いたわよってばあちゃんが。はあ。ばあちゃんはひいばあちゃんから、ひいばあちゃんはそのまたばあちゃんからって代々日本に受け継がれてきたんだね。な、大げさな。そういえばお父さんはどこで習ったの？ご飯の穴開け。やっぱ親？知らん。だよね。別に穴開けしなくったって。うわ、ふきふき。ああ、まったく朝から何やってんの。やっぱ穴開けないとダメかも。目玉焼きもういいんじゃない？あ、いけないいけない。ちょっと硬くなっちゃったかしら。半熟が良かったのに。あら、これくらいがちょうどいいわよ。いちいち焼くなんてゆずもこだわりがあって大変だね。姉ちゃんだろ、大変なのは。って何やってんの。醤油の逃げ道。は？穴が開いてないと醤油は目玉焼きの表面を通ってこぼれちゃうけど、穴が開いてれば醤油はこぼれず、しかも黄身と醤油とご飯が混ざってうまい。なるほど。ほらみんな、早く食べないと遅刻するわよ。お昼ご飯何しようかしら。おつまみの残りのスルメか。スルメをパラパラ、かつお節パッパー、お醤油たらー。いただきます。もしもし、立花。あら、水島さん。もしかしてお食事中だった？でも大丈夫。ごめんなさいね。ところで何召し上がってるの？カツオのお出汁で新鮮なイカを煮てみたの。あら、美味しそう。いや、そうでもないわよ。で、今日はどうしたの？そうそう、立花さん知ってた？駅前に新しくできた大きなドラッグストア。あー、知ってる知ってる。あそこオープン記念セールやってるのよ。行ってみない？行きましょう行きましょう。ちょうど夕飯のおかずのお買い物もしたかったし。じゃ、後ほど。結構いける。立花さん、お待たせ。どうも。ほんと、どれもこれも安いわ。5箱で17パ、安い。あら、トイレットペーパーなんかダブルロールで34パ、安い。ほら、この口紅立花さん似合うんじゃない。あら、つけてみようかしら。風邪薬も安い。買いだめしとこうかしら。立花さん、風邪薬買いだめするほど使うようになっちゃダメじゃない。あら、それもそうで。
たくさん買っちゃったわね。ほんとね。水島さん、誘ってくれてありがとうね。いいえ。あ、いけない、夕飯のお買い物。卵かけご飯？あら、朝と違って炊きたての熱々のご飯だからもっと美味しいよ。ぐー、いや、そういう問題じゃなくて。ほら、ゆーちゃんのにはお味噌汁に卵入ってるのよ。卵かけご飯って不思議なのよ。お醤油の加減で全然味が変わるんだから。夜はちょっと濃いめがおすすめね。ほんと、こんな美味しいの誰が発明したんだろうね、お父さん。知らん。やっぱりいくらなんでも朝晩は辛かったかしら。お、いい感じに半熟だな。卵って美味しいよね。でもひょっとして明日の朝もこれ？え？あ、ごめん。待って、今新しいの出すから。あ、お母さんそれ反対だって。ん？何？またお母さんでしょ。開かないね。だからそこに開け口って矢印あるでしょ、そっちから開けるんだってば。あら。矢印の方から開けたこともあるもの。だけどなんでかいつもこうなっちゃうんだよね。普通にやれば簡単に開くのに。ん？今は何でも開けやすくなってるんだよ。よく見てその通り丁寧にやればいいようにできてるんだからさ。ね？お母さんはやり方が雑なんだよ。うわー、またそんなことして。なに？もう、だからほら、ここに取り出し口って矢印あるでしょ、この点線に沿って開ければね、1枚ずつゴミ袋が取り出せるようにできてんだよ。ふん、お母さんだってそれぐらい知ってるよ。だけど全部一度に引っ張り出しちゃった時はどうするの？こんなちっちゃな穴じゃ元に戻すの大変だよ。無理やり押し込んだら袋の中ぐちゃぐちゃになっちゃうしさ。なんで全部一度に引っ張り出すの？そうならないようにこうしてわざわざ1枚ずつ取り出せるようにしてあるんでしょ。見てよ、それちゃんとやらないからうちの引き出しいつもゴミ袋でぐちゃぐちゃなんだよ。細かいこといちいちうるさい子だね。ほら、誰もあんたみたいに文句言わないじゃないの。うちは特別だって。よっこらしょだ。あ、みーかん、帰ってたの？あれ、またお母さんでしょ。なんで上から開けちゃうの？あ？ほら、ここにちゃんとオープンって矢印ついてるでしょ。また矢印の話か、しつこいね。何度言っても分かんないから言ってるの。
ここをこうして引っ張ると綺麗に開くようにできてんの。おりゃま、開けやすいようにちゃんと切れ目がついてるのに、なんでわざわざビリビリに破くかな。あ、こりゃダメだ。え、こんなとこ開けたら洗濯バサミで止めらんないもの、中身がしけっちゃうよ。いいじゃないの、誰に迷惑かけるわけじゃなし。なんでそう雑なのかな。まずよく見て考えてから行動するんだよ。お母さんは何も考えないでいきなりやっちゃうからダメなんだよ。ポテトチップの袋だっていい加減に縦に裂くからみんなしけっちゃうし。あれ大変なんだよ、開けたら全部食べきらなきゃいけないから。全部食べなくていいんだって。丁寧に上の部分だけちょこっと開ければこうやって、うん、焼き海苔もスパゲティも菓子パンも小麦粉もみんな袋ビリビリに破いちゃうから、ほら見てよ、必ずもう一枚別の袋に入れなきゃなんないし。あらあら、あたしの CD ケースだって。博士に開けて割っちゃうし。そんなずっと前のこと、今にあった私のビデオだって。はい、皆様楽ちんダイエットへようこそ。ただいま。うわっ、テープ無理やり引っ張り出そうとして壊しちゃうし。言いたくないけどこういうのって生き方そのものに通じると思うんだよね。思慮深い人っていうのは普段から何でも丁寧にやるし、人生だって丁寧に生きるっていうかさ。そういう人はお母さんみたいに駅の階段左側通行のとこ右側歩いたりしないんだよ。みんなルールをちゃんと守って生きてるんだから、わかる？あー、はいはい、わかったわかった。でね、娘が言うのよ。私もどこが開け口かなんていちいち見ない方だわよ。あ、だいたいそんなもの中身が出りゃいいんだもの。そうよね。お、中身が出りゃいいのよね。あら、小山さん、まだセロファンの縁見つからないの？どこにもないのよ。えい、もう引っこ抜いちゃえ。あああああ、そうそう、縁が見つからないといえば、うん、ないわね、これ縁が。なんてやってて、いつまでもお尻拭けないことあるわよ。バカね、そんなことしてる間に乾いてしまうじゃない。あ、やだ、水島さんったら。全然わかってないじゃん。私んち。聞いてよ、しみちゃん。今日来るときにさ、マンションのゴミ捨て場に大量の古着が捨ててあってね。それがまた見事にセンスがなくてさ。センスがない服だから捨てたんでしょ。え、あ、そっか。つうかみかん、いちいち人のうちのゴミとかチェックしてるわけん？え、いや、その、見えちゃっただけだよ、見えちゃった。やだみかん、朝っぱらからそんなことしてちゃ変な人と思われちゃうよ。ん？山田さん？みかん、ちょっとすねる。
の。ふいーはーってヨガの呼吸法ってやつ。これうまいことやれば摂取したカロリーを消費できるらしいんだ。へえ、ヨガね。最近ちょっとハマってるんだよね。ふーん。山田さん、またシミちゃんのこと見てる。なんで？変なの。次、古文か。きついよね、お弁当の後の古文は。和歌なんか読まれた日には効果てきめんでさ、確実にガクンと落ちるよね。そうそう。やっぱ清水さんって結構好きかも。なんか分かってるって感じで、適度に冷めてて、それでいて話面白そうだし。なのになんでいつも立花さんとつるんでるんだろう。あんな子供みたいのと。あ、また見てる山田さん。ねえ、みかん。あ、何？今日これから空いてる？うん、空いてるけど、なんで？隣の町に入銭湯できたじゃん。ああ、あのかっこいいお風呂屋さん。うん、あそこに行かないかって山田さんが。山田さんが？あたしもあんま話したことないからちょっと驚いたけど、まあいいじゃん。あ、うん、超いいらしいよ。銭湯か、行っとこうって。あ、うん、二人とも立派な胸してらっしゃるからな。どうしよう。なんで？前からあそこ行きたがってなかった？まあそうなんだけど、諸事情があって。何？いや、まあもろもろなんだかな。立花さんは別に無理しなくていいよ。ひょっとして私はお呼びじゃない？いや、この人行きます。聞いていい？うん。清水さんってさ、いつもはどの辺で遊ぶ人？え、別に決まってないよ。そういえばブルブルズ好きって噂、マジっすか？ああ、うん。え、そうなの？知らなかった。一応 CD 全部持ってたりします。え、すごい。私的にも注目してたりするから。いや、一生ブルブルズ。うんうん。どのあたりが好き？まあ、生き様とか姿勢とか。ああ、わかるそれ。あ、立花さんはどういうの聞くの？その、普通にいろいろ。そう。でさ、アルバムならどれ好き？3枚目かな。言えてる。ノリがいいし、家じゃいつもあれ聞いてるんだ。ちょっと待って。広い。結構いいよね。これで800円なら安いでしょ。空も見えるし気持ちいいよね。案外温泉気分だね。いい感じ、いい感じ。やっぱ富士山の絵とかないんだ、こういうとこは。あ、雑誌みんなあるじゃん。そうかも。いいね、いいね、退屈しないし。ね、今週のエルジャポネ見た？うんうん、ブルブルズ特集。はあ、何この気分。3人で来てるのに一人ぼっち。はあ、みかん。ねえ、何してんの一人で。別に、好きで一人でいるんじゃないよ。あ、ごめんごめん、無理言って。あ、ほら、私よく湯あたりして倒れるからさ。湯あたり？だから、もし倒れた時のためにみかんにいてほしくて、なんとなく。倒れてないじゃん。そうだけどさ、もう機嫌直してよ。
アイスティー買ってきたよ。ああ、サンキュー。二つ。あ、みかん一緒に飲む？うん、今いらない。でさ、ここんとこがたまんないんだよね。このコメントはさすがモーダスって感じだよね。たく、山田さんってちょっと感じ悪くない？考えすぎかな。あ、そういえば湯あたりってなんだろう。湯あたり、湯あたり、あ、あった。応急処置まで書いてある。うん、なるほど、そうなのか。あ、みかんってば。あー、湯あたりってこういうことだったんだ。うん、何？もうみかん、もしかして湯あたり調べてる？うん。みかんってばかわいい。何を？だってさっきまでプンプンしてたくせにちょっと目を離した隙に。なんで笑うの？みかん本当にいいやつだよね。うん、清水さんってやっぱちょっとわからない人かも。朝ごはん食べてくればよかった。みかん、風邪？これじゃ昼休みまで持たないよ。仕方ない、こうなったら早弁するしかない。目に体育がもうダメ、限界。立花、まっすぐ走れよ。たこ焼き。
大丈夫みかん。たらこ。はあ、やっとお昼休み。夢にまで見た This is a bento。 なんじゃこりゃ。おかずがたったレタス3枚。あらら、あらまあ、お弁当におかず入れるの忘れてった。あんなおかずじゃ足りるわけないじゃん。この香ばしい香りは、はあ、ねえねえ、ワック寄ってこ。ワック、どうせならファミレス行かない？ちょっと歩くけど。あ、じゃあさ、駅前のスパゲティ屋さんは？みかん。通訳しますと、そんな遠いのは腹が持たないと申しております。よし、じゃあ入ろう。わーい、いらっしゃいませ。わー、おいじぞみかん、よだれ。何なさいますか？ビッグマックとチーズバーガーとコーンポタージュとアップルパイ。それからまだ頼む気？だって本当に激減りなんだってば。それは聞いたけどさ。みかん、一人でそんなに食べられるわけないっしょ。大丈夫だって、いくらでも食べられるから。あとバニラシェイクも一つ。かしこまりました。1470円です。ごめんしみちゃん、500円明日まで貸して。はあ、それ一人で食べなよ。手伝ってやらんからな。おいしい。チーズが口の中でとろける。私ワックのチーズバーガー一番好きかも。照り焼きうまい。ソースがたまらない。食べられるの？大丈夫大丈夫。絶対残すよミカ。何もさ、いっぺんに頼まなくてもさ、もう人の声聞こえてないよこの人。けだものだ。すごい勢い。お相撲さん並み。何？いいのいいの、こっちの話。あ、そう。あれ、どうしたの？なんかお腹がいっぱいになってしまった。ああ、どうすんのよこれ。いや、頼んだ時は絶対全部食べられると思ったんだけどな。だから言ったでしょ。どうしよう、半分も残っちゃったよ。食べない？それならなんでどれもこれもかじっちゃうの。あ、そっか。はぁ、じゃないの。こら、みかん遅刻。体育だよ、着替えな。ああ。
よれよれ。昨夜ビデオ見始めたら途中でやめらんなくなっちゃってさ、寝たの2時過ぎ。教科書を開いて。ミュウは接触する両方の面の状態によって定まる定数で静止摩擦定数という。ミュウは次のような関係が。体育の後のこの授業は眠すぎる。ミューイコールタンジェントシーターゼロ。まずい、このままじゃ。おお、今の刺激で少し目が覚めた。 F0 イコールミュー N。 F0 イコールミュー N。よし。いかん、ここで寝てしまっては女子としてまずい。運動量であるが、それが代表の物体を引く実験で引く力を大きくして物体が滑り出すと、その後は滑り出す限界の時よりも小さい力で物体は動いていく。接触する二物体が相対的に運動している時にも運動を妨げる向きに摩擦力、これを運動摩擦力というが、これが働くが、運動摩擦力は最大摩擦力より小さい。運動摩擦力ベクダッシュも垂直抗力 N に比例して、 F ダッシュイコール μ ダッシュ N。 μ ダッシュは接触する両物体の面の状態によって定まる定数で。あら、あと30分もある。ダメだこりゃ、手を動かして起きてないと。 F0 イコール F0 イコールミュー N、 三角があって箱があって、危ない、落ちる落ちる落ちる。この式は次のようにして導かれる。滑り出そうとする限界の時には、最大の方向の釣り合いから F0 イコール W 最大の イコール W コサインシーターゼロ。あっ。
るってバレないポーズで。それでは。ゆうべ見られたかな先生に。先生、私寝てません。橘、あなたの寝る前とする努力は僕すごく認める。よく頑張った。だが白目を向いて授業を受けるのはやめてくれないか。先生気持ち悪いよ。いいか。私の身長は155センチ。この身長が恨めしいと思うことはいろいろあるが、見えない。一番上、高っ。にあるでしょ。あ、みかん、牛乳みんな飲んじゃったの。ない。シチューに使おうと思ってたのに。たく、なんで全部飲んじゃうのよ。あ、ごめん。まあいっか。今日の献立はじゃがいも&ちくわ炒めに変更。なんでそうなる。ねえお母さん、牛乳なんだけどさ、これからもっといっぱい買ってきて。ほら、牛乳を飲むと背が伸びるって言うじゃん。何を今さら。だってさ、この身長って結構損することばっかだし。そう？お母さんだってそんなに背高くない方だけど、いいこともあるわよ。いいこと？例えば？例えば、お金をよく拾うとか。は？普通に歩いてるだけでね、道に落ちてる小銭をなんだかよく拾っちゃうのよね。きっと目線が低いから目につきやすいのよね。ま、人生そんなに悪いことばかりじゃないわよ。で、そのお金はどうしたの。そりゃもうね、ちゃんと交番に。忙しい忙しい。あれ、さっきじゃがいも持ってたような。行ってきます。くしゃみがまともに。155センチはちょうどこうなる高さなのだ。たく。なんでも鼻息が荒すぎやしませんか。お父さん、酒臭。この人絶対二日酔いだ。この人餃子食べた、間違いない。ニンニクたっぷり餃子。苦しい。助けて。
やっぱこの身長ってろくなことないよ。来た。よし、よし、よし。手を口に手を当ててよ。神様。明日はビニール袋かぶってこようかな。ロン毛が目に。たく何よもう。ちょっと。さらにきつ。また始まった。やだもう。この身長が恨めしい。この子も私と同じ気持ちなんだろうな。うん、私よりももっと大変かも。僕は大丈夫だった？また牛乳ばっか飲んで。そんなに飲んだって背なんか高くなんないよ。そんなこと言わないでよ。私真剣なんだから。ああそうですか、ほいさっさ。今日なんかくしゃみかけられるわ、ロン毛パンチに合うわ、ランドセルに殴られるわで、もう大変だったんだから。しかしなんでそんな目に遭うかね。みかんがぼーっとしてるからじゃないの。お母さんは全然そんな思いしたことないけどね。よし、嫌いだったっけ。違うよ、そうじゃなくて、それだけしかおかずがないのは嫌なの。おかずが塩鮭一つだけっつの。昨日はたらこだけだったし、一昨日はきんぴらごぼうだけだったし、その前の日は切り干し大根だけだったし、その前の日はこんにゃく炒めだけ、その前はひじきだけ。お父さんなんか一回も弁当のことで文句なんか言ったことないよ。え、お父さんも同じ弁当なの。お父さんかわいそう。かわいそうじゃないよ、喜んでるよ。
だけどなんか恥ずかしいんだよね、女子でそういうお弁当ってさ。何隠して食べてんのみかん。鮭がダメじゃ他に入れるもんないね。だからそうじゃなくて、だからね、それだけボーンと一品ってんじゃなくてね、ほらなんかせめてもう一品くらいは。一品豪華主義っつうことだったんだけどね。一品貧弱主義だってば。はいはい、情熱の赤いバラ。はいはい、はいはいって分かってんのかな。おはよう。おはよう。はい、お父さん、お弁当。うん、はい。あ、ねえ、今日のは大丈夫？おかずいろいろ入れてくれた？作るの大変だったよ。また今日もこそこそ食べてるの？みかん。帰ってどんな弁当か気になるんですけど。弁当に一度も文句なんか言ったことはないよ。他の人のお弁当はさ、なんかうちのとは違うんだよね。おかえり。うちのはさ、なんかこう、なんていうか地味っていうか茶色すぎ。みんなのはもっとプチトマトとかブロッコリーとかそういうのが入ってて、なんか洒落てんだよね。ミートボールとか串刺さってたりとか。串刺さってりゃいいの？あ、違うって、刺さってりゃいいわけじゃなくて。じゃあ買ってくるよ、ブロッコリーとか。うん、情熱の赤いバラ。分かってんのかな。お肉とアスパラがこうなってるのとか、キノコと卵が美味しそうに、ほら、こんなになってたりとか。わかんないよ。こう、美味しいものの世界がね、ギュッと詰まってるみたいなの。全然わからない。だからさ、とにかくまずは茶色っぽいの。そうじゃなくて、なんて言うのかな。あ、カラフル。カラフル？そうそう、カラフルなやつ作ってほしいな。ああ、カラフルね。あ、色のことか。ちゃんとそう言ってくれればお母さんだってわかるよ。わかってくれた？あ、色ね。あ、色。情熱の赤いバラ。自分で作れよ。
とひじきだけってどういうこと？文句があるなら食べなくてもいいんだよ。おかずの法則。おかずはひじきだけ。このような質素な夕食の日は、これまでの僕なら訳も分からず文句を言っていました。なんだよ、今日のおかずこれだけ？その上、どうしても我慢できないときは缶詰を勝手に取り出して食べ。ちょっとゆうちゃん、おかずならちゃんと作ってあるでしょ。あれだけじゃご飯食えねえんだよ。でも最近気づいたのです。そうやって母とやり合うことが無意味だということに。なぜなら、我が家には変えようもないある一定のおかずの法則があったからなのです。今日は22日、3日前か。ご飯よ。白滝とちくわ炒めか。ま、こんなもんだな。いただきます。はい、召し上がれ。なんか今日おかず少ないね。なに、贅沢言ってんの。こんなに味が染みて美味しいのに。ねえお父さん、ほらお父さんなんて夢中で食べてるじゃない。 そうかな。でもこれだけじゃ少ないよね。あ、甘いな、姉ちゃんも。え、あと2日の辛抱だな。今日のおかずはちくわ1本か。まあ、致し方あるまい。お母さん、今日のおかずまさかちくわだけ？そうよ、それがどうかした？昨日は白滝が入ってたからまだ許せるけど、いくらなんでもちくわ1本はひどいんじゃない？その分ご飯たっぷり炊いといたわよ。そういう問題じゃなくてさ。いいから食べなさい、冷めちゃうでしょ。あ、美味しい。ちくわって最高よね。うん、ヘルシー。うん、あ、はいはい、ビールね。ちょっとゆずひこ、どう思う、このおかず。姉ちゃんもまだまだだな。え、2日前じゃこんなもんだよ。2日前って？お父さんの給料日の2日前なんだよ、今日は。なるほど、それでお金ないからおかずもこれだけなんだ。そういうこと。はいはい、ビールお待たせ。それにしたってちくわ一本だけとはね。そう、うちのおかずは給料日までの数日間カウントダウン式に地味になっていくのだ。問題は今日だ。今日を乗り越えれば生き延びられる。ご飯できたわよ。こう来たか。まさか今日のおかずってこれ？そうよ、みかんなめたけ好きでしょ。それはあれこれ食べた後にご飯をなめたけで食べるのがいいんでしょ。なめたけだけって何を。贅沢言うんじゃないの。毎日ご飯作ってもらえるだけありがたいと思いなさい。たくもう。姉ちゃん耐えろ、明日はついに給料日だ。そうだけどさ。給料日だ、今日は期待できるぞ。おー、とんかつよ。来た、ずっと待った甲斐があった。わお、今日はおかず豪華じゃん。お母さんだってやるときはやるわよ。お父さん、おいしい？まだ食ってらん。現金なもんだよね、お給料出た途端とんかつなんてさ。当分はおかず期待していいと思うよ。俺の統計によると給料日のあと10日間はまずまずなおかずが続く。ゆずひこってそんなこと考えながらご飯食べてたんだ。ね、なにこれ、夕飯がトースト？ちょっとゆずひこ話が違うじゃない。しまった、今日は X デーか。 X デー？お父さんが家でご飯を食べない日のことだよ。そういう日はほぼ間違いなく手抜きの晩飯になるんだ。そんな、諦めよう。
X デーは避けようのないアクシデントみたいなもんだから。どうしたの？二人ともしんみりしちゃって。だって晩ご飯がトーストなんて力抜けちゃうよ。何言ってんのよ若いもんが。今日はお父さん遅いんだし、こういう日ぐらいお母さんも楽させてもらわないとね。人情ほらな、やっぱり X デーだろ。ほんとだ。ただいま。給料日の4日後か。ま、今日の晩飯もまだ期待できるな。はい、ご飯よ。あー、腹減った。なんだこの地味なおかずは。え、ゆず、なんでおかず目玉焼きだけなの？今日お父さんもいるのに。わからん。そしてその翌日のおかずも僕を混乱させた。え、高野豆腐？なぜだ、お父さんもいて給料日の5日後の今日なら統計からしてまだナイスなおかずのはずなのに。ゆず彦の統計も大して当てんねんねんよね。ところがその翌日のおかずは、えっ、カニか。そうよ、これすっごく高いのよ。なぜなんだ、なぜ昨日は高野豆腐オンリーで今日は秘蔵のカニ缶が出るんだ。昨日と今日の違いは何なんだよ。すごい、これってお母さんが大事にしてたカニ缶だよね。いいの？今日みたいに何でもない日に食べちゃって。いつまでも取っといても仕方ないしね。さ、さっさと食べちゃいなさ。何なんだその投げやりな感じは。一体何考えてんだ。本当はうちにおかずの法則なんてないのか。え？な、何？お父さん。じゃあ、お風呂お先に。ねえ、お父さん。さっき笑ってたのって、どういう意味？なんだよ、教えてくれよ。晩飯のことだろ。え、うん。だって、給料出たばっかりなのに、おかずが急に地味になった。かと思えば今日みたいにスペシャルな秘蔵のカニが出たり、わけわかんねんだよ。お母さんもなんか変だったしね。あれ、あ、雨。晩飯は雨にも左右される。あ、そういえばお母さんってむちゃくちゃ雨に弱いよね。ほら、買い物とか行かなくなるし。それか。まったく、明日こそは見やんでくれないと思う。ママは冷蔵庫すっからかい。あたしんち、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 あたしんち。情熱の赤いバラ、そしてジェラシー。